そう、セントゥールではバトル最初か最後までしながら争ってたんで、そんな言うほどきつくなかったんですけど、ここは最初逃げ切ろうと思ってずっとベストを刻みながら走ってたんですけど、2番手の歩夢選手が追いついてきてたんで、もう逃げるのをやめて一回下がって様子見ようと思ったんです。で、最後作戦立ててうまくいった感じで勝ちました。